はじめまして、エブリデイコリアンチャンネルのソヨンです。こちらのチャンネルでは、韓国芸能ネタやドラマ紹介等を中心に扱っています。今回は、韓国の美人女優、キム・ヒソンのキスシーンを堪能できる、魅力的なドラマ3作品を紹介していきたいと思います。それでは早速、始めましょう。レッツスタート。1977年生まれのキム・ヒソンは、現在なんと45歳。雑誌や CM モデルとしてデビューしますが、意外にも、本格的なデビューは女優としてではなく、SBS 人気歌謡の MC なのだとか。女優のイメージが強い彼女ですが、実は MC もこなせる才能豊かな女性だったようです。そんな幅広い活動の中で、名実ともに力をつけてきた彼女のキスシーンを見ていきましょう。まずは2005年放送の悲しき恋歌です。キム・ヒソンが演じるのは盲目の女性テン、そしてテンの最愛の人ジュンヨンを演じるのはクォン・サンウです。たくさんの障害を越えながら育む2人の痛々しい愛、そんな悲しい恋物語を描いた作品です。会いたくても会えなかった2人がようやく再会し、教会で交わすキスシーンはやっと出会えたという安堵感と、2人の美しいビジュアルで胸がいっぱいになります。ストーリー全体を通して、愛し合いながらもお互いのためにその愛を諦めようとする2人の姿が切なすぎて、幸せなひとときでさえもどこか胸が締め付けられます。そして美しいキスシーンの数々も、美しいがゆえに儚さを感じさせる、そんなシーンになっています。ちなみにヘインは歌手という設定だったため、貴重なキム・ヒソンの歌声が聴けるというのもこの作品の見どころの一つです。続いて紹介する作品は、6年ぶりにドラマ復帰した作品、2012年放送の真偽です。こちらは日本でも韓流四天王と呼ばれ不動の人気を誇るイ・ミンホさん主演の作品です。キム・ヒソンが演じるのは、イ・ミンホ演じる高麗時代の武将チェ・ヨンによって、時を超え現代から過去へと連れ去られる整形外科医ウンスです。わけがわからないまま負傷した王妃の手術をし、その高い医術に伝説の神医と祭り上げられ、現代へ返してもらえなくなるウンス。時には命まで狙われることに。そんなウンスを自分の命に変えても守り抜こうとするヨンとの間には、やがて愛が芽生えます。ヨンの命を救うことを条件に、あえて敵対する人物との婚姻を選んだウンス。その婚姻を阻止するため式に乱入したヨンは、大勢の前でウンスにキスするのです。圧倒的イケメンイ・ミンホの武将スタイルと、高麗時代の花嫁衣装をまとったキム・ヒソンの美しい姿が印象的なこちらのシーン。望まない結婚寸前に、愛する男性が自分を奪いに来てくれただけでも胸キュンものですが、さらにそこでキスされるなんて、もう一緒に逃げるしかありません。そんな熱烈なラブシーンを演じたキム・ヒソンですが、実はキスシーンは嫌だったのだとか。彼女は出演したバラエティ番組の中で、私は結婚していて夫がいるのにキスシーンをしなければならなくてとても嫌だったと語ったそうです。ですが、そう言いながらもまんざらでもなかったという笑みを浮かべているキム・ヒソンに、他の出演者は爆笑していたそうです。実際にキム・ヒソンの夫は、キスシーンがあることを知らずにドラマを見ていて嫉妬していたと後にキム・ヒソンが語っています。美しい女優の妻を持つと夫もなかなか大変ですね。喜怒哀楽のはっきりした女性だったウンスが、いつしか言葉少なく何かを思い詰めた表情の女性へと変わっていく。そんなウンスの変化をキム・ヒソンは講演しています。最後に紹介するのは、2014年ドラマ本当に良い時代です。こちらは韓国で放送当時 30.3% を獲得した大ヒット作品です。キム・ヒソンが演じるのは、裕福な家庭に育ったものの、
父親の死で家は没落し、母と姉を抱え苦労している女性、ヘウォンです。ヘウォンが愛する天才検事、ドンソクを、イソジンが演じています。初恋同士の二人ですが、過去にわだかまりを抱え、その思いはなかなか通じ合いません。二人はどちらも、一番身近で大切な存在であるはずの家族に悩まされ、ドンソクはクールに、ヘウォンはけなげに家族を支えています。様々な事情が絡み合いながらも、ドンソクはついにヘウォンへの思いを抑えきれず、夜の浜辺でキスをします。15年もの間思い続けた人にキスをされたのに、この時のヘウォンはとても悲しげです。演じるキム・ヒソンの複雑な表情と悲しい瞳が印象的です。全50話という長い撮影期間、苦労を共にしたスタッフへのキム・ヒソンの心遣いは、ドラマの中のヘウォンのような優しさを感じます。この作品以降、ラブストーリーの正統派ヒロインよりも、ミステリアスなタイプの女性を演じることが多くなったキム・ヒソン。最新ドラマ、サイコンゲームでは主演を務め、日本でも高い注目を集めています。いつまでも変わらない彼女の美貌は、けなげなヒロインも、復讐の女神も、どちらを演じても輝きを放つこと間違いなしです。コリアンビューティー、キム・ヒソンの、これからの進化がますます楽しみですね。いかがだったでしょうか？ぜひチャンネル登録やコメントお願いします。動画のリクエストも受け付けております。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。